アルミ箔を使った物理手品をやってみます。手品の種を見破ってみてください。手品ではアルミ箔をこのように円形に切り取ったものを使います。種も仕掛けもない新聞紙の上にアルミ箔を置き、中心に櫛を刺します。 アルミ箔はこのように脈打つように浮き上がります。さて、どういう仕組みでしょうか。考えてみてください。手品の種明かしです。新聞紙の下は IH クッキングヒーターでした。 今回はアルミ箔ですが、鍋やフライパンも IH が動作中は数十グラム軽くなっています。その実験を別の動画で投稿していますので、興味がある方は見てみてください。説明欄と終了画面から見られるようにしておきます。ちなみに、串がないとこのように横にずれてしまいます。解説です。 IH クッキングヒーターの表面の耐熱強化ガラスの下にはこのようなコイルがあります。コイルに電流が流れるとコイルは電磁石になりますがこのコイルにはこのように交互に電流が流れているので電磁石の磁極も交互に変化します。その上に置かれたアルミ箔には電磁誘導でこのように渦電流が流れてアルミ箔も電磁石となりますがその磁極は IH クッキングヒーターのコイルと逆向きですので反発し浮き上がります。鍋を置いた場合も同様に鍋底に渦電流が流れてそのジュール熱で鍋が温まります。